新栄町交差点付近柴田南バイパスは、新潟県柴田市内の国道460号、国道290号から構成されるバイパス道路。柴田市新栄町の国道7号新進バイパス、柴田 IC から JR 白新線、西柴田駅前を経て、同市大和荒町の東荒原町交差点の国道290号、 豊浦工業団地付近に達する約 4.8km の道路。柴田市の都市計画道路、新栄町町、荒町線に該当する。柴田市南部地域の外環状線として整備が進められ、新進バイパス全通に先駆け、まず、柴田 IC 新栄町交差点間が開通し、当面は、柴田 IC から市中心部へのアクセス道路として機能。 バイパス路線としては2003年7月29日に新坂江町交差点、富塚町交差点間が開通。そして2004年3月30日に新坂江町交差点、荒町交差点間が開通したことにより、ほぼ大部分が完成した。この時開通している全区間が片側に車線で平面交差。白新線はオーバーパスして立体交差する。また、 残りの荒町交差点東荒町交差点までの区間も国道290号荒町バイパスとして2013年3月25日に暫定に車線で開通した。なお、路線としては荒町バイパスの開通前までは、柴田 IC 新栄町交差点間が県道32号線、新栄町交差点荒町交差点間が県道65号線、 荒町交差点東荒町交差点間が国道290号となっていたが、荒町バイパスの開通を機に、芝田 IC 荒町交差点間が国道460号、荒町交差点東荒町交差点が国道290号となった。ありがとうございます。